はい、おじです。さあ、えっ、ー、とね、今回はプロジェクター。ね、えー、ウィミウスの中の方からね、ちょっと、宣伝しておいてって言われたので、えー、宣伝しておきます。ねえっ、ー、と、価格が変更になりましたよってことで、つい先日から、あの、値段がね、ちょっと安くなってます。これね、ウィミウスの K9 です。で、今現在の値段は、 3万7990円。そして、6000円オフのクーポンがあります。で、このクーポンをチェックして、そして、なおかつ、これだね。元気なおじいの視聴者クーポンを入力してもらうと、ダブルクーポンでお値段が安くなります。えー、最終的な価格は3万90円。ね、プライム会員だったら、この値段で購入することができます。 値引きが7900円なんで表クーポンが6000円なんでねなので1900円さらに安く購入できますよということになりますであとね3月1日からアマゾンのまたセールが始まるんでその時にねこういった系のやつだと確かポイントアップになると思うんでね今日は2月の24日なんだけど3月1日になってからの方があなんかお得じゃないかな と思いますポイントの分ねはいそんなわけで境、えー、内ねなかなか悪くはないんだけども明るさでいうとちょっと負けるんだよね明るさと発色がちょっと負けるけど最新のエンジン積んでるんでオートフォーカス自動台形補正があの速くて正確なんだよね結構ねでフォーカスがあの全体的に あ,のあんまりムラがなくてしっかりと映っていたので、まあ、結構見やすいかなとで、まあ、もっといいものに比べると明るいものだともっとシャープに見えたりとかするんだけどでも全体的に整ってるっていうのは、まあ、ちょっとアドバンテージがあるかもしれないねっていうことでね、うんまあ、そんなわけでウィミスと K9 あとあの日本人の90%がみんなねアップル持ってるんで アップルを接続するためのドングルが付いてるんで、付属品でね。まあ、そこも大きな魅力ではないかなと思います。はい、興味のある方はね、この動画の説明欄にリンクを貼っておきます。以上です。